今晩の聖書の箇所をお読みいたします。今晩の聖書の箇所は、新約聖書120ページ、ルカによる福音書第18章1節です。今晩はこの箇所から、三浦大河新学生が、祈りの目的と題してメッセージをくださいます。それでは、聖書を読みいたします。新約聖書120ページ、ルカによる福音書第18章。 18章一節またイエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられたお祈りします恵み深い天皇父なる神様今年最後の水曜祈祷会回収の皆様そして配信動画をご覧の皆様と共に集えることを心から 感謝いたします。語るべき時に語り。聞くべき時に聞けるように。どうかあなたが導いてください。感謝して、尊き主イエス、キリストを皆を通してお祈りいたします。アーメン。皆様、こんばんは。すべての行動には目的がある。アルフレッドアドラーの有名な言葉です。私たちは日々、さまざまなことを行い。 生活しています例えば朝起きること朝食を食べること会社まで学校まで通勤することさまざま行っていますそれら全てには目的がありそのの目的を知ることで行動の質が向上していきますなぜ朝ごはんを食べるのか一日の糧を得るため栄養を取るためなぜ電車や車に乗って目的地に向かうのかそこが学校や 仕事やるべきことがあるからそれは祈祈りりりににもも同じことがが言えまますす目的あアンドリー・マーレー牧師は次のように述べました「祈りとは独り言ではなく対話」「私の声に応えて神が発される声は祈りに欠かせない部分である」 祈りの目的とは神様との対話です本日はこの祈りの目的という題でなぜ祈るのかそしてどのように祈るのかこの2つのポイントからメッセージを発していただきますまず第1のポイントなぜ私たちは祈るのか目的を理解することで行動の質が向上していきます 理解するためにはその目的おつぜの中には多くのクリスチャンの方動画をご覧の方の中にも洗礼を受けたクリスチャンの方いらっしゃると思いますがクリスチャンになったからといってそれはゴールではありませんむしろここから始まると言えます。 生活の中で多くの試練や困難に遭遇し神様から遠のいてしまうことがありますそうならないために私たちは常に失望せず祈ることが大切ですそれが神様に近づく唯一の道だからしかし現実問題そううまくはいかないまたはそううまくいけない現実を突きつけられてしまうこともありますトラブル さっっき言った試練、困難を目の前にして自分で何とかしなければこれはまず自分でしなければそうしてどん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 自分をすり減らして弱くなってしまうだからこそ霊的に成長すするチャンスなのです自分が弱っているだからこそより一層祈り神様と対話するのですもし これれをお聞きになられているご覧の方この中で現在試練や困難に遭われ自分が弱っているもしくはそんな弱い自分が許せないできないことできないことがある自分が愛せないもしそう思いの方がいらっしゃいましたらすでに聖なる御霊がそんな弱い私たちのために取りなしてくださって 神様は忍耐強く常に私たちに語っておられるどうかそれを今から一緒に読んでいただく御言葉とともに覚えていただきたいと思いますここで一つ御言葉を読ませていただきます「新約聖書ローマ人の手紙」8章26節公古学生243ページです 聖書をお持ちのない方もいらっしゃると思いますのでゆっくりと読ませていただきます「新約聖書論おいての手紙8章26節」「御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる」「なぜなら私たちはどう祈ったらよいか分からないが御霊自ら」 言葉に表せない切なる埋めきを持って私たちのために取り成してくださるからである二つ目のポイントはどのように祈ればよいのか聖書には祈りにおいて手本となるようなものを言うなれば祈りの型というものが存在しますそれは教会においては主の祈りと呼ばれ工場教会では 必ず月の初め第一成立の礼拝では皆様と一緒にこの主の祈りを言います。天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらすたまえ心の手になるごとく地にもなさすたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪はも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何者もなればなりアーメン 私も幼い時からこの主の祈りを教会学校の WAC という毎週日曜日第2礼拝あの皆様がこうやって礼拝堂で礼拝している時に教会の3階の方で教会学校が持たれていますそこで一番最初に覚えた祈りとして聖書の見事と共に暗記しましたこれを覚えた当時の私は こ,うこのステージの上で喋ってる牧師先生超かっけ俺も牧師になるんだみたいなことをね常に言ってまして牧師になることを夢人生の目標として牧師になるためにはどうすればいいんだなるほど進学校に行けばいいんだ進学校に行くためにどうすればいいんだまずは高校を卒業する必要があるらしいそしてクリスチャンになる必要がある。 じゃあそのクリスチャンどうすればなれる洗礼を受ければいいというふうにこう逆算的に考えて洗礼の学びを授けていただきここで9歳の時にクリスチャンとなりましたしかしそこから今までの道のりは決して平たん的とは言えませんでした当時の私は 食物性アレルギーで卵や乳製品などなど食べれないものが多く学校の給食の代わりに弁当を持ってくるとか一部食べれないから代わりのものを作ってもらうそんな生活をしていました同じものを食べてない一人だけお弁当の私を見て周りの友達は「なんであいつだっけ?」「ずるい」と「おかしいだろ」ということを言われましたそして洗礼を受けた後 クリスチャンとなってからはあそこのこと遊んじゃいけませんと「大河君ダメよ遊んじゃ」ということを親に言われて疎遠になった同級生もいました教会で覚えた主の祈りを唱えそれに付け加えるように「神様学校に行くのがつらいです」みんなと同じじゃないのがつらいです。 いじめられますどうか神様何とかしてください今すぐ何とかしてくださいそう祈りました結局小学校卒業までいじめが止むことはありませんでした今振り返るといじめられて学校に行きたくないそんなことを言っていた時もあったり学校に行かなかった時期もありますしかし両親は一度も学校に行かない私を叱ったことはありませんでした 学校に行かない時は海や山いろんなところに連れてってもらったり教会に行くことが増えて教会のスタッフの皆様によくしていただき私は教会がとても大好きになりました印象的な思い出として当時小学校4年か5年生ぐらいの時なんですけどこう工場教会に大根が届いたと「大根良ければ三浦さん家もどうぞ」って言われて私は何を思ったか僕が取りに行くって言ってあの。 住んでる仙台市から工場協会まで公共交通機関を使ってあの取りに行って大根を受付で預かってじゃって言って帰ったようなそんな思い出があります今思うと当時の小学校10歳11歳の子にしては大冒険であれが初めてのをお使いでとても貴重な体験でした中学校になる時自分のことをいじめてくる人たち そのまま一緒にいたくないと思った私は地元にある中高一貫のミッションスクールに行きたいというふにお願いしましたミッションスクールすなわちキリスト教の学校ここだったらきっと同年代のクリスチャンの子が同年代のクリスチャンの友達がきっとできるそう思って入学しました最初の聖書の授業この中にクリスチャンの子はいますか いたらしてください、手を挙げたのは私だけでしたクラスメート同年代はおろか当時の学校全体でクリスチャン私だけでした期待して入った分深くダメージを負いましたクリスチャン 生地知識がある分余計にみんなが先輩や同級生が私の教室にやってきて「お前クリスチャンなんだ」というふうに絡まれたりもしましたそれを見て先輩から可愛がられてると思った皆さんはまた私をいじめるようになりました学校に行くのがつらいけどなんとか通っていたそんな時中学3年生の時でした群発頭痛という ちょっと珍しい病名なんですけども簡単に言うとものすごく激しい痛みを伴う頭痛になりました群発頭痛になったことで学校に行くこともままならず家の中で壁に頭を叩きつけながら神様にこう祈ってました神様ミッションスクールに行ってもいじめられるし群発頭痛になったし もう痛みがつらいもう何でことするんだ神様ひどいじゃないかそして中学校を卒業するまでもまたいじめは続きました群発頭痛,痛も治ってません私はそれからしばらく祈ることに何も期待をしなくなりました今振り返ってもつらいことの多い日々でしたしかしそんな私にも 親友と呼べる友達がいて学校にまた行けなくなったいじめられてたそれでも支えたくている両親がいて何より私のことを覚えてこの祈祷会や日々の中で祈られてくださった会衆の皆様スタッフの皆様教会の皆様皆様の存在があった 辛い試練困難があった時だからこそ神様と対話すべきです。しかし私の祈りはすぐ今すぐどうにかしてくれ。偉人やめさせてくれ。頭が痛いどうにかしてくれ。ああしてくれこうしてくれと一方的にぶつけているだけでした。しかし神様は両親親友スタッフの皆様を通して常に 支えててくれていましたそれに気づけなかった対話しているようで実は対話をしていませんでした皆様どうでしょうか自分が日々祈る中で神様に対して思いをぶつけるとても大事です祈りを聞くとても大事です対話できているか皆様どうでしょうか ここで聖書,書を箇所、もう一箇所。読ませていただきます。新約聖書マタイによる福音書二十六章三十九節。高額聖書の四十五ページになります。 新約聖書「マタイによる福音書」26章39節公約聖書45ページそして少し進んで行きうつ伏しになり祈って言われた我が父よもしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の思いのままにではなく見心のままになさってください 祈られた場所からゲステマの祈りと呼ばれるこの箇所ですがイエス様ですら苦しかった恐れていたそれは単に死を恐れていたからではなくその死が神様の聖なる怒りのもとに裁かれる罪人の死だからです父と子としての親しい始まりを断たれるそして裁かれるどれほど恐ろしかったでしょうか きっと想像を絶するものだったでしょう。この杯、怒りの杯から過ぎ去らせてくださいと。イエス様も助けてほしいと。そう言りました。しかし後半部分では、私の思いのままにではなく、見心のままになさってください。イエス様の願いはあくまでも神様の見心に従うものでした。私たちはどうしても自分の都合のいいようにしたいと考えます。 そしてそれを神様に押し付けてしまうそういう弱い部分が私たちにあります神様は全ての祈りを聞かれます時には自分の思いとは全然違う結果がやってくるかもしれませんしかしそれでも自分の思いを叶えてくれと祈るのではなく神様の御心のままになるようになりましょうなぜなら私たちの信じる神様は必ず 最善に導かれるからです先ほども紹介になりました今私は新学生としてここに立っています多く辛いことがありましたここでまだ語ってない辛いこともありましたもちろんいいこともありましたでもここに立ってメッセージを皆様の前でさせていただいているこれ以上の恵みがありますでしょうか 試練、困難に遭い祈れない時だからこそ祈るどんな時でもどんな弱い時でも御霊が取りなしてくださる神様は辛抱を強く待って常に語っておられる神様を信じよりたむことがクリスチャンの特権です自分の考えで主導権を握っていきたい そんな考えを持ってしまうだからこそ私たちは常に失望せず祈り続けるのです祈りとは神様との対話ですこれからも神様の御心はかなうように常に祈り続けましょうお祈りします恵み深い天の父の神様失望せず 常に祈り続ける私たちは生活の中で多くの試練困難に直面し祈ることをやめてしまうあなたから遠ざかってしまうことがありますしかし試練困難だからこそチャンスと捉え祈り続けあなたとの対話をこれからもできるように今年1年改修の皆様お聞きの皆様 様々なことがあったと思いますしかしそれでも今日こうしてあなたの前で集えて祈祷会に参加できています今年1年も祝されたことに感謝しこれからの祝福にも感謝をし尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン